おい。今のは山笠組の若頭、八幡組総長の八幡という男です。貴様、感謝します。あなたが来てくださったおかげでここから無事に出られそうです。何だと？こいつらがまだらめ首長。何やと？親父！おい、救急車や！早く親父を病院に運ばんか！貴様、何もんね。説明してもキリがなさそうだな。相沢。はい。お前は森永を連れてこっから出ろ。俺が足止めする。でも早く行け。絶対に絶対にそいつを死なせるな。はい。親父ば刺したとは貴さん。違うと言いたいところだが、今は納得してもらえないだろうな。言い訳はよか。きっちりここで玉取っちゃうけん。死に去らせ、ボケが！ボテクリこかして！昨日の。やめとき。やけど頭、こいつは。やめとけ言うとろうが、ボケが。なんか用があるとや。これは。マダラメから預かった。山笠組の解散宣言が書かれた書状だ。なるほど、親父が考えそうなことや。マダラメはお前らが東条会との戦争に走ると思っている。だからお前らを守るためにこれを書き、俺に預けた。は、そうね。どうした？破り捨てないのか？俺らはマダラメの親父ば担ぐためにこの世界に入っただけやけん。山笠組がどげんなろうが、そげんことはどうでもよか。親父の敵ば撃つ。今の俺らにはそれしかなか。敵なら今目の前にいるが。俺もそげんアホやなか。親父に手ばかけたとは、あの青山っちゅう登場会のガキやろ。本部ば破壊された時気づいたばい。あんたはあげな姑息な手口使うような人間やなか。じゃあお前らは、山笠組がなくなるとしても青山に復讐するというわけだな。そうたい。島がどげんの、利権がどげんのとかは関係なか。
俺らは極道の義理ば通すだけばい。そうか。あんた、何場所っとや？山笠組は解散させない。お前らにはしっかりと仕事をしてもらう。仕事やって？長瀬に来て分かった。この町はカムロ町によく似ている。良くも悪くも山笠組を中心に均衡が保たれている町だ。もし今山笠組が潰れ、他の組が島争いでもしようもんなら、それこそ商売上がったりだ。商売ってお前、こう見えても俺はタクシー運転手だからな。だから山笠組は解散されたら困る。ちゃんとこの町が正常に戻るよう仕事をしてもらう必要があるってことだ。はぁ、あ、ナンバーわけんわからん言葉言いようとや。これ以上俺らに絡んでくるとやったらマジ殺しちゃうぞ。いい気迫だな。だがそれだけじゃ足りない。今のお前らの戦力じゃ東条会と戦っても皆殺しになるだけだ。なんてや。それでも青山を殺すというのなら止めない。だがその前に俺を倒せるか試してもらおう。はあ？どういうことや。一発だ。一発で倒してやる。俺は一度負けても二度目は必ず勝つ男ばい。喧嘩は一度負けてもよか、二度目に相手をボテクリこけしゃよか話やけんな。ガキの理屈はいい。いいからかかってこい。さんとの勝負だ。怠慢に口ば挟むやなか。くそが。あの爆発事故の直後だ。体が言うことを聞かないのは当たり前だ。分かっとう、そげんこつ。待って、こんままやったら東条会の連中に福岡が乗っ取られる。俺らがあの青山ばやらない。いかんとや。絶対に。さっきも言っただろう。山笠組は解散させない。待ってん、それじゃ。俺が潰す。福岡にいる東条会の人間、全員をな。なんてか？会長代行、
山笠組若頭の八幡から電話が入っています。八幡だと？生きてたのかあの男。どうしましょう、切りましょうか。手打ちの相談か。風、青山だ。ああ、東城会としては手打ちする気は毛頭ない。オタクとは徹底的に戦争させてもらう。それでいいだと？どういうことだ？やけん戦争ばしちゃって言うとった。貴様らに近っぽ親父の子に返しちゃ。おお、そうばい、こうなったら一気に勝負つけようやないか。明日の夜、博多のふ頭27番倉庫の前でどげんや。よかや。やったら首洗って待っとけ。しっかり弾は取っちゃるけ。これでよかったとや、キリュウさん。大工、向こうは何と？宣戦布告してきやがった。ご丁寧に場所まで指定してな。明日の夜不当でやり合いたいそうだ。そんなガキの喧嘩じゃあるまいし。大工、そんな挑発乗る必要はありません。罠の可能性もありますし。ここで逃げたら敵の思うつぼだろうが。東城会が山笠組から逃げたって噂が広まったらそれこそ面倒だ。たとえ山笠組から島を奪っても片木の連中を手なずけるまで時間がかかる。すいません。福岡に残ってる組の連中に号令をかけろ。それと兄弟にも役に立ってもらうか。本人これでよかったとですか、桐生さん。ああ、ちょうできた。待って、なして明日の夜なんですか。敵もアホやなか。下手に時間ば使うて明日までに戦力ば整えられたら勝ち目もなかでしょう。分かっている。だが俺にもいろいろ片付けなきゃならないことがあるんでな。青山に電話する前に話ばしてくれた複雑な事情ってやつですか。ああ、素性を隠して生きてきた俺に力を貸してくれた連中にこれ以上迷惑をかけることはできないからな。筋を通しておく必要がある。やけど、まさかあんたがあの東城会の四代目堂島の竜やったとは。なして親父も俺らに教えてくれんかったとやろか。まだらめ組長は守ってくれたんだ、俺も、そして大吾のことも。うちの親父は人助けばっかしよったけ。そげん意味じゃ極道に向いとらん人間かもしれません。おかげで下についと俺ら貧乏くじばっかたい。まあな、俺はまだらめっていうのは他人を巻き込んで巻き込まれて常にそうやって生きていくしかない人間なのかもな。そうだい。したらとりあえず俺らも明日の夜に備えて生き残った連中ばかき集めます。桐生さんはどげんしますか。約束の時間になったら埠頭へ行く。現地で落ち合おう。どこへ？
おじけづいて逃げたとや。お前たちごとき連中、代行が手を出すまでもない。なんや、お前も喧嘩するんとちゃうんか兄弟。まさか。喧嘩は兵隊の仕事です。私が直接手を下す必要もない。もったいな、喧嘩ほど楽しい瞬間ないっちゅうのに。私はあなたや桐生さんとは違います。手を出すことに喜びなど覚えない。せやったらなんでわしのこと連れてきたんや。喧嘩の助立ちせえっちゅうんやないんかい。ま、もしもの時のためですよ。あの人が来た時のためのね。あの人？さ、そろそろ始まります。楽しいショータイムがね。さあ、時間だ。始めようか。あなたは？この喧嘩、俺が引き受ける。4代目？それは昔の話だ。今は流すタクシーという会社で働くただの運転手だ。まさか4代目、登場会に協力するためにわざわざ。なんと俺を言っていいのか。ああ、協力しに来たぜ。ただし、ろくに極道の筋も知らないお前らガキが間違った道に進まないようにするためにな。なんですって？やっぱり来ましたか。青山、どうせ斑目組長あたりに泣きつかれたんでしょ。山笠組を助けてくれって。斑目はまだ生きている。お前は山笠組を潰し損ねたんだ。まったく、あなたって人はどこまでお人よしなんだか。斑目は殺し損ねたんじゃない。はじめから適当に痛めつけられればそれでよかったんですよ。なんだと？あの爆発を見ておかしいと思わなかったんですか？もし本気で殺すつもりならあんな中途半端な手は使わない。もっと確実な方法で殺します。どういうことだ？私としては山笠組と喧嘩する口実さえできればよかったんです。それに今斑目に死んでもらっては都合が悪い。堂島会長の行方が分かるまではね。なんだと？斑目は堂島会長とつながっている。堂島会長をおびき出すには格好の素材ですか。お前、斑目を使って大吾を誘い出す気か。我々としては一刻も早く堂島会長の身柄を押さえておきたいんでね。さあ、それじゃあそろそろ始めましょうか。準備はいいですか、4代目？その前に一つ聞いておきたい。何でしょう？この喧嘩、俺が一人でお前ら全てを始末したら組同士の戦争にはならねえよな。あ、おっしゃってる言葉の意味が分かりませんが。言葉通りの意味だ。俺が一人でお前ら全員倒したら、それは仇とヤクザのただの喧嘩、組同士の争いにはならない。そうだよな？バカな、何を言ってるんだ。桐生さん、八幡、お前は引っ込んでろ。
こいつら全員俺がぶん殴る。待って、言っただろう、山笠組は解散させないって。何よバカな、本当に頭おかしいんじゃないのか。何がおかしい。この人数相手に一人って、しかも戦争にはならないだと。そんなわけないだろ。桐生さんね、時代が違うんですよ。誰と誰が喧嘩したら戦争になるとかいう時代じゃないでしょう。これだから古い人間は困る。な、人をバカにすんのも大概にせえ、ガキが。わ、渡せ。その条件わしが飲む。キルハンが搭乗会のガキ全員倒したら、山笠組との戦争にはさせん。渡せ、何を勝手に。七代目近江連合若頭、渡瀬組が預かる言うとね。なんか文句あるんか、青山の兄弟。よし、それじゃ始めや。この喧嘩、立ち会い人はこのわしや。何をしてるお前ら。四代目だからといって手加減はいらない。行け。ああそうだ、手加減はいらねえ。死にてえやつだけかかってこい。しぶといね。まだや、あと少しで次の部隊が到着する。もうこの町は終わりなんや。何？黒沢の親父の息のかかった連中は全部こっちで始末した。何やった。踊れらが自分勝手な夢描いてる間に、わしらはわしらでもっと大きな夢に向かって動いとった。山笠組に北方組、搭乗会に近江連合、皆道島に真島、それに桐生藩と戦うことで互いにつながれた絆なんや。もう踊れらの好きにはさせん。踊れらの敵はこの国の極道全員じゃ。
海連合は今日までただの一度も頭を下げたことはない。それが近江が最強たるゆえんや。せやけど今日だけは頭下げさせてもらう。秋山藩世話になった。どうや、ただの金貸しが極道の上に立った気分は。いや、あんまりいいもんじゃないね。あんたって人の器のでかさが身に染みてわかるよ。あとは桐生さんがどう締めくくるか、それだけか。楽しいこと、辛いこと、悲しいこと、たくさんありました。これからもそんな生活が続くのかと思うと心がワクワクします。登録するんだ。もう後がないよ。今なら登録できるよ。急いで急いで登録して。登録してくれてありがとう。え、してないの？